今回は IP アダプターを利用して画像を変換する方法について解説します。この動画を最後まで見ていただければ、このように画像を変換する方法を理解することができます。ぜひ最後までご覧ください。この動画で紹介する内容は、OpenArt というサイトにある c o n f i UI の設定ファイルを参考にしております。この解説では、Google コラボで c o n f i UI を動作させていきます。 なお、オープンアートと Google コラボへのリンク、および、Confi UI や Google コラボに関する解説動画のリンクを概要欄に貼っておきます。そのため、もしもこれらのキーワードの意味がわからない場合は、そちらをご確認ください。まずは、Google コラボのサイトにアクセスします。Google コラボの画面を表示したら、ノートブックを新規作成、と書かれているボタンをクリックします。 もしも、このようなポップアップ画面が表示されない場合は、メニューの中から、ファイルを選択して、ノートブックを新規作成を選択します。ノートブックを新規作成したら、名前を変更しておきましょう。この解説では、このような名前にしておきました。次に、ランタイムのタイプを変更します。メニューの中から、ランタイムを選択して、ランタイムのタイプを変更を選択します。そうすると、 ランタイムのタイプの設定画面が表示されます。ランタイムのタイプは Python 3にしておきます。ハードウェアアクセラレーターは T4 GPU を選択します。T4 GPU は無料版の Google コラボでも選択できます。しかし、無料版の場合はリソースの割り当てが保証されていないため、処理の途中で強制的にコードを終了させられることがあります。そのため、 この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプをこのように変更したら、保存ボタンをクリックします。これで Google コラボでコードを実行するための準備が整いました。それでは早速実行していきましょう。概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、インストールコマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。 テキストをコピーしたら Google コラボの画面に戻ります。テキストボックスに先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。そして再生ボタンを押します。これで貼り付けたテキストの内容が実行されます。再生ボタンを押してから5分ぐらい経つとこのようなメッセージが表示されることがあります。この場合はキャンセルボタンを押します。そうすると処理が継続されます。 このキャンセルボタンを押してから、さらに5分以上、処理に時間がかかることもあります。しばらく待っていると、このようなリンクが表示されます。このリンクをクリックします。そうすると、Conf UI の画面が表示されます。この画面が表示されたら次に、設定ファイルを読み込みます。この解説では、あらかじめ Conf UI の設定ファイルを用意していますので、そちらをご利用ください。 概要欄に貼ってあるページを表示します。このページを表示したら、利用ファイルと書かれているタイトルの下にある ZIP ファイルをクリックします。そうすると、ZIP ファイルがダウンロードされるので回答します。ダウンロードしたファイルを回答したら、このようなファイルが表示されると思います。この中にある、workflow.json と書かれているファイルを c o n f i u i の画面にドラッグドロップします。ファイルは、 何も表示されていない場所にドラッグドロップするようにしてください。これで、workflow.json の設定ファイルが読み込まれます。設定ファイルが読み込まれたら、画像ファイルをアップロードします。具体的には、ロードイメージというタイトルのブロックにあるアップロードボタンをクリックします。そうすると、ダイアログボックスが表示されるので、画像ファイルを選択します。 今回はこのような画像を選択しておきました。次にこの画像を変換するときに加えたいエフェクト用の画像をアップロードします。右側にあるロードイメージというタイトルのブロックにあるアップロードボタンをクリックします。ダイアログボックスが表示されるので画像ファイルを指定します。今回はこのような画像を選択しておきました。これで画像を生成するための準備が整いました。 それでは早速画像を生成していきましょう。Q プロンプトと書かれているボタンをクリックします。これで画像の生成処理が開始されます。生成処理の状況はブロックの表示で確認できます。緑色で囲まれているブロックが現在実行されている処理です。処理が完了すると囲んでいる緑色の表示が移動します。画像の生成には数分程度かかります。 しばらく待っていると、このような画像が生成されました。期待した通り、炎の精霊のような女性の画像が生成されています。生成された画像をパソコンに保存するには、画像の部分を右クリックします。そして、表示されたメニューの中から、セーブイメージを選択します。これで、生成された画像がパソコンにダウンロードされます。今回の解説は以上です。 それではまた別の動画で。